今回はドリンクバーのメイクオーバーを紹介したいと思います。改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか？ゆなでりです。ですね、今回から、キッチンとダイニングルームのメイクオーバーを皆さんの方に紹介したいなと思って動画を作っています。というのはですね、この家に引っ越してきたのが3年ぐらい前になっていまして、2017年ですねの12月、クリスマスの日に、ね、引っ越してきたんですけれども、こう、まあ、3年も経ちますとなかなか家の中がこう汚くなっていくというか、あの薄汚れた感じになってきていますので、そちらの方もちょっと リフレッシュして、気持ちよく毎日が過ごせるようにという形で考えていっています。今回取り上げたあのダイニングルームとキッチンっていうのは、まあ、毎日ね、暮らしていく中で毎日使う場所なので、そこをリフレッシュしたいなということでやっていきます。一番最初に、ね、始めるのはまあ簡単なプロジェクトからということで、ドリンクバー、こちらの方ですね、メイクオーバーの方をやっていきたいと思います。このメイクオーバー、ドリンクバーの、ね、今の現状の方、まずは、ね、皆さんに紹介したいと思います。はい、こんな感じです。ドリンクバーと言いますのはこんな感じで、コーヒーメーカーとか、あとミキサーとかジューサーとか置いている飲み物中心のバーになります。勝手に私が呼んでるだけです。もともとの台になっていますのが、こちらの方はですね、あのタンス、洋服の方を入れる洋服ダンスで、結婚した時に買ったものなんですけれども、もう年季が15年も経っちゃってるものになります。はい、バッテリーが切れちゃって、これからまたね取り直しって形でやってますね。はい、こんな感じになります。洋服ダンスですね。もともとタンス用に作られているので、お水には強くないっていう形で、こちらの方の上にね、あのもともとはね、あのフロアとかに使われるこのプラスチックのタイルみたいなシートをこの上に乗っけて、水に対しての防水にね、あの対応できるようにっていう形でこの方に乗せていますね。はい、15年も、ね、経ちますと、やはりですね、あちらこちらに傷があります。これはもうかなりひどい傷になっているんですけれども、ね、15年経っているのと、さらに6回ぐらい、ね、うち、ね、引っ越してるんですよ。アパートに住んでたり、一軒家に住んでたりして、こちらの、ね、テキサスに引っ越してきたりっていう形で、かなり、ね、引っ越しの時に傷つけちゃった形で、引っ越し屋さんを、ね、うちは使わなくて、 UFO トラックっていうレンタルのトラック屋さんがあるんですけど、そちらの方で、ね、安く借りれるんですよ、トラックをね。で、そこで借りたトラックにボンボンボンとこう家具を入れまして、もう梱包とかもね、あまりこう、まあ、プロフェッショナルではないので、素人の梱包な形で、した形で、引っ越してるんですけれども、なので、ね、あちらこちらにガタが来てます。ですけれども、まだまだシェイプ的には、形はね、保てるので、このままね頑張って使っていこうという形で今回のメイクオーバーやってますね。今まではね、もうね、ヴィンテージだとかね、傷があって味がいいよねなんて言ってこうごまかしごまかし使ってたんですけど、やはりね、そろそろ限界ですねが来てます。こちらの方の傷にはね、クレヨンでね、このエスプレッソっていうんですか、このカラーの色を塗ってみたり、あと家具用の傷を直すあのペンみたいなのが売ってるので、そちらを塗ってみたりといろいろやってました。で、まあ、限界が来ているということで、今回ね考えてみたんですよ。何ができるかなと思って YouTube とかネットとかを調べてみると、こういうのが売ってたんです。ダダダン。はい、これウォーマットでね、5ドルで買ってきました。このシートをね、この上にの貼り付けると、これね、マーブルって言って、なんていうの、大理石な感じに見えるシートが売ってたので、これをね上に貼って、ちょっと高級感が出て、このなんていうんですか、エスプレッソのカラーとマッチするような形になったらいいななんて思いながら、これからやっていきたいと思います。それではこの工程の方を見ていただいて、最終的なのも見ていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。
大理石に見えます？結構豪華ですよね。コーナーがねやっぱね難しいんですよ。なので若干見え分かっちゃうかなって感じですけど、近くで見なければ分かんないんじゃないでしょうか。こんな感じでね、エッジの方もこのスクラッチあったとこ部分ね、こちらの方が綺麗になっております。かなり気に入っちゃった。もう夜中までやって甲斐があった。やっぱ見えますね。このコーナーの方若干ガチャガチャっとなった感じですけれども、まあ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 近くで見えなかったらこのなんていうの、電動のトレイが上に乗った感じになったのではないでしょうか。それではこの上にねコーヒーメーカージュース、ミキサーの方を置いていきたいと思います。せーの。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。これね、前のね、なんていうの、ペントリーの、リメイクっていうか、オーガナイザーでも紹介したんですけども、もともとはね、引き出しの中に入れ敷く形のテープになるんですよ。ライナーっていう風にこちらでは呼んでるんですけれども、それを使った形になります。ウォルマートで買って5ドルと 何セントだったかな、6ドル以下で買えるような状態でこのメイクオーバーをやらせて、でメイクオーバーって日本、リメイクって言った方が分かりやすいのかしら。そうですよね、リメイクっていう形で作らせてもらいました。かなりねいい感じなので、はちょっとね高級感が出たような感じがして、ちょっと嬉しくなっちゃいました。こんな感じです。はい、それでは以上になります。いかがだったでしょうか。何か参考になりましたか。今回のねリメイクの方、こうドリンクバーのリメイクの方ですね、6ドル以下でできました。かなり気に入っております。こんな感じでね、これからもねリメイクの方、今度はねキッチンの方と、ダイニングテーブルの方をやっていきたいと思います。このチャンネルではですね、アメリカに暮らしています私が知人とかインターネットでいろんな情報を集めて、私の体験を通して皆さんの方に紹介させていただいています。もしよろしかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。